い、皆さんこんばんは、やってみました。同じです。まあ、久々の動画なんやけど、今回はリピートビジネスについてお話します。これは今まで外れ以上は引かない方法とか、渡り場を引く方法とかを紹介してきたんやけど、今回は超渡り場を引くために大事な情報やけ、しっかりと聞いてほしいよね。最近 YouTube のライブ配信で、この風俗店員のこの私が、全国の風俗場を調査して、渡り場を紹介していくっていう配信をしてるんやけど、まあ、その中で何度も話してる話やけ、まあ、見てくれてる人は知ってると思うんだけど、風俗店で渡り場を引く上で、このリピート率ってめっちゃ大事なんよね。場合によっては、売上ランキングとか、名ランキングとかあるけど、これらの中でも一番大事なことやったりするんよね。やけん今回、なぜリピート率が大事なのか、他のランキングとの比べ方、このリピート率を意識して、どうやって女の子を選んでいけばいいのかを、これからお話ししますので、チャンネル登録、グッドボタンの方、よろしくお願いします。それでは本編、行ってみよう。はい、というわけでリピート率、まあ通称リピ率についてなんやけど、リピ率っていうのは一度遊んだお客さんが再度指名して遊んでくれた割合のことを言うよね。例えばフリーとか写真ネット指名で初めて遊んだ子を、あの子よかったな、もう一回指名して遊んじゃおうかなって、もう一度同じ子を選んで遊んでくれるお客さんの割合のことを言うよね。まあこれを本指名って言うんやけど、この業界ってさ、ちょっとはちょっといい子がついても、男っていろんな女と遊びたかったりするし、いろんなお店で遊びたかったりするやん。まあ毎日カレーは食べれんよねっていう話よね。で、人によっては年に数回、なんなら数年に1回とかのご褒美で遊んだりするやんね。いや、同じこともう一度わざわざ指名料払って、わざわざ遊びたくなるような女の子って、やっぱり特別な女の子だよね。そういう特別な女の子を見分けるために必要な情報っていうのが、このリピ率なんよ。だってこれ見てる人の中で、本指名したことない人も多いと思うし、したことある人も、本指名をした人数ってかなり少ないと思っちゃうね。で、その子はよっぽどいい子やったと思うんよ。まあ実際遊んでみて、まあ当たり上だったな、また遊びたいなって思うことあっても、実際に本指名する人って少ないと思っちゃう。それを10人中、6人から8人の人に本指名させる女の子って、これはもうめちゃくちゃ大当たり上よね。そういう子を引くために、このリピ率ってのがめっちゃ大事なんよね。次に他のランキングに比べてどう見ていったらいいのかなんやけど、まあ大体大きなランキングっていうのが売上ランキング、リピート率ランキング、本指名の本数ランキング、写真指名ランキングっていうのがあるんよね。まあこれは公開してるお店と出ないお店があるんだけど、まあ当たりを引くためにこのランキングをどうやって見ていったらいいのか、これが結構重要になってくるんよ。でこのランキングの見方を教えてくけ。まずネット写真指名ランキングなんやけど、まあこれは無視して OK。っていうのも、ネット写真指名ランキングって、その女の子情報や店長の写真を見て、次のお客さんを多く獲得した数の多い女の子のランキングなんよね。つまり、ピン写り、写真の加工、女の子情報の出来が良くて、めっちゃ新規のお客さんをゲットした女の子のランキングやけ、実際サービスを受けてどうやったかって、これはまた別の話なんよ。もうみんなも知ってる通り、風俗の写真なんてめちゃくちゃ加工してるわけだから、うわ、この子めっちゃ可愛いやん。って言ってネット指名、写真指名とかしても、うわ、めっちゃ可愛いやん。みたいな、そういうパネル詐欺で新規のお客さんをめっちゃ取った女の子もこのランキングに乗ってくるんよね。だってこのランキングマジで無視していい。だって当たりを引くために見ていきたいランキングっていうのが、売上ランキング、リピート率ランキング、本指名本数ランキングなんよね。まあ簡単に説明すると、売上ランキング、まあこれはわかると思うんだけど、先月の売上の高い女の子のランキングよね。まあいわゆる当店ナンバーワンの子ですとか、まあそういう風に言われるのがこの売上ランキングの女の子なんよ。まあやけ一番目立つランキングよね。でリピート率ランキングと本指名本数ランキングなんやけど、まあここは少しちょっと似てるんよね。リピート率ランキングはさっき話した通り、けど遊んだお客さんが再度示して遊んだ割合のランキングなんよね。本指名ランキングっていうのは1回目以上遊んだことあるお客さんが何人来たかのランキングなんよ。まあつまりは自分のお客さんを何人呼んだかの本数のランキングなんよね。だけどまあ似てるんやけど、じゃあそのちょっとの差が意味合い的にめちゃくちゃ変わってくるわけよね。だけど店は女の子にもよるけど、売上ランキングと本指名本数ランキングって大体乗ってる女の子が大体被ってるし、似たようなランキングになっとったりするってたんね。だけどリピート率ランキングっていうのはこのランキングに少し違いが生まれてくるわけよ。これはなんでかっていうと、この3つのランキング、それぞれどんな女の子がこのランキングに乗ってくるのかっていうところが、その違いを生み出してるわけよね。その違いっていうのが、当たり上と超当たり上との差が生まれてくるわけよ。まず、売上ランキングと本指名本数ランキングに乗るために必要なことっていうのが、出勤人数と勤務時間なんよね。例えば超大当たり上で出勤情報を上げればすぐに予約が完売するような女の子でも、月に2日、1日に4時間しか出勤できないってなると、月に60分コース8分しか取れないわけよね。逆に10人中5人が、まあ当たりかなっていうぐらいの、20人に1人がリピートするような、まあ中の上ぐらいの女の子が月に25日出勤、1日12時間勤務するような女の子だったら、うちの方が超大当たり上よりも売上ランキング上に上がっちゃうんよね。だってその子の方が1日1本しかお客さんがつかなかったとしても、約25本取っちゃうことになるから、売上の方は上になってくるし、その子が頑張って長く続
続けていって、少しずつ自分のお客さんを獲得していって、次に自分が呼べるお客さんが増えてくると、本指名ランキングの方も上に上がってくるわけよ。で、入店最初の方は、1日の本指名が2人しかいなくても、2年後には本指名の本数50本とかになってたりするのよね。で、まあ実際そういう女の子もすごいし、めちゃくちゃ頑張っとうし、そこはやっぱり強化すべきだし、多分そういう子に当たったとしても、サービスやテクニックや雰囲気を見て、多分まあ当たりは当たりと感じると思っちゃうね。でも多分初見で、あ、売上ランキング3位かっていうのを見て、その子を指名したとすると、この子で3位っていう現象が起きるんよ。多分そういう経験あると思っちゃう。この子ランキング3位なんですよとか。みたいな。それを聞いて遊んでみたら、こっちとしてはランキング上位だし、やっぱりルックススタイルが結構他の子とは違って、相当可愛くて、プラスサービスもいいんだろうなと思って入ってみると、あれ顔意外と普通だし、みたいな。スタイルもめちゃくちゃいいわけじゃないし、みたいな。サービスや雰囲気、テクニックはいいけど、まあ、当たりは当たりなんだけど、みたいな、そういう経験多分あると思っちゃうね。その原理はここから来てる。だけど俺のライブ配信では、この子人気があるらしいけ、評価5にしよう、みたいな。そういう安直な評価はしないと思っちゃうね。その理由っていうのがこれなんよ。で、遊ぶときさ、別に売上ランキング1位とか2位とか3位とか、そんなことよりも本当にいわゆる超大当たり上を望んでいくやんね。その参考として人気を選んでるわけやん。だからそういうランキングもそのまま鵜呑みにして選ぶよりはやっぱりそこはちゃんと中身を見てあげる必要があるよね。じゃあそれに対してこのリピート率ランキングっていうのは新規がついて10人中何人リピートしたかの割合やけ、これに関しては時間とか出勤日数とかそういうの関係ないよね。純粋に初見で遊んでみて本当に良かったか、だからリピートしたっていう、そういう質の高い女の子がこのリピート率ランキングに上がってくるわけよ。だからそういうところに集めに行くと、あ、これは人気なるわみたいな、そういう超大当たり場が巡ってたりするわけよね。だって初見で入ってツイートするお客さんが多いわけなんだもん。それは誰が見てもいい女ってなるわけよね。もちろん女の子は一生懸命頑張ってサービスとかテクニックとかをしっかり磨いてそのリピート率を上げることは可能なんだけど、やっぱりぶち切りの服やスタイル、その上テクニックやサービスがある女の子にはやっぱり勝てなかったりするわけよね。現に俺が働いてたお店で一番綺麗でスタイル良くて雰囲気も良くて、おそらくサービスもいいだろうなっていう、で一番のいい女っていう感じの大当たり場は月に 1,2 回だけの出勤あったよね。売上本指名本数ランキングはでも10何位っていう感じだったんだけど、でも絶対その子は一番いい女ない。でもやっぱり知ってる人は知ってるから出勤情報を上げたら一瞬で予約が全部埋まるよね。でもその女の子当てるのって多分結構難しかったと思うよ。売上ランキングは10位以下、しかも写真はなしで、いつも予約は完売だからフリーでつくことはまずないよね。じゃあその女の子をどうやったら見極めて遊ぶことができたのかっていうと、そのリピート率ランキングと天井コメントないよ。天井コメントの重要性に関しては、まあ、散々過去の動画で言ってきたけ、まあ、それに関しては過去の動画を見てほしいんやけど、当然そんな女の子やけ、天井コメントではめちゃくちゃ押してるわけよね。で、そういう女の子は、離れてる規律ランキングの上位にいるから、超大当たり上と遊びたいのであれば、この規律ランキングをしっかり見ておく必要があるんよね。じゃあ最後にこのリピートを踏まえた上でどのように女の子情報を見ていけばいいのかっていうところなんやけど、店長コメント、売上ランキング、そしてリピ率、この3つをしっかり見て自分の好みと照らし合わせて選んでいくんよ。実際ちゃんとランキングを載せてないお店でも女の子一覧を見てみれば、まあそういうのの何かしらのマークがあったりキャッチコピーで書いてあったりするんよね。人気ナンバーワンの絶世の美女とか、リピ率ナンバーワンのモデル系の美女とか、そんな感じで見文句がある女の子をまずクリックしてみるんよね。でまあみんな写真が気になると思うんやけど、もう大体加工してるし顔全部モザイクだったり、まだ写真もない子とかもいるけど、やっぱそういう子って大丈夫なんて不安になるし気になる人もいると思うけど、加工とか顔全部モザイクとか写真 NG とか、もうそういうのって顔が悪いとかじゃなくて言われ防止だっけ、あんまり本当気にせんでいいよね。自分も逆の立場になったら分かると思う。その業界のサイドのページに自分の顔を乗っけて親とか友達とかに知られるのめっちゃ嫌じゃない。やっぱり働いてる子もやっぱりそういうところにはバレたくなかったりするんよね。それで NG を出してるだけなんで、顔出してる子は少しずつ業界にも慣れてきて、その人がなんとか口説き落として目だけ出しませんかとか、顔全部出してみませんかみたいな、そういうのを交渉してやっと顔出しには OK が出たりするよね。でこれはマジで気にせんでいい。話戻るけど、その次に検証コメントを見て、この人気の子、リピ率激高の女の子はなぜ人気があるのか、なぜリピ率が高いのかを見るんよ。本当に当たりの女の子ってルックス、スタイル、サービス全部揃っていてめちゃくちゃ人気なんですっていうのをいろんな言葉を使って具体的に書いてあるんよね。高身長でモデル体型とか、可愛い系とか綺麗系とか、まあロリ系だったりとか素人系だったりとか清楚な感じだったりとか、そういうのを見て自分の好みと照らし合わせて、この子はリピート率も高いし人気もあるし自分の好みとも合ってるし、この子良さそうだなと思ったら選べばいい。でもしそのお店にタイプの子がいなかったら、変に妥協せずに別のお店を見たりとか別の駅で探してみたりとか、変に写真を覗いてね、妥協はせずに一回と選んでいけば大当たり場に巡り合ったりするわけよね。でここがめちゃくちゃ大事だけん、これらのことをしっかり見て、で特にリピートをしっかり見てね、女の子を選んでいくことをお勧めします。はい、
かがだったでしょうか。まあこれだけね、どうしても売り上げランキングの方が目立っちゃうから、そっちの方に目が行きがちなんだけど、実は超大当たり賞は売り上げランキングじゃなくてリピート率ランキングにいることが分かったと思います。まあとはいえね、女の子のレベルが全体的に高いお店で、その中でも売り上げ上位の女の子とか、まあ売り上げランキングでトップ3に入るような女の子っていうのは全然当たり賞の可能性めっちゃ高いし、実際リピート率も高くて、本指名ランキングも高くて、売り上げ上位の女の子ってまあそれは大当たりない。ただまあ気にしてほしいのが、売り上げランキングは低いけどリピート率激高な女の子、そこはやっぱり超大当たりの可能性も高いっていうのをね、ここまで視野に入れておいた方がいいですよっていう話だよね。だけどまあ今回言いたかったのは、超大当たり賞が売上ランキング上位に必ずいるわけではないこと、そしてその超大当たり賞は高確率でリピート率ランキングの方では上位に君臨していること、ここが大事な見極めポイントなんよね。その点をしっかり頭に入れて女の子を選んでみてください。またね、毎週土曜日の夜、元男性スタッフであるこの私が全国の当たり賞使いまくる配信をね、この YouTube にて生配信やってますので、詳しい配信日程などはね、このチャンネルの投稿とこの動画の概要欄に貼ってあるTwitterアカウントにてお知らせするので、チャンネル登録、グッドボタン、Twitterのフォローよろしくお願いします。その配信中にね、調べてほしいエリアや店舗、女の子がいたらね、コメントもらえれば調べますので、ぜひぜひコメントの方もお待ちしております。それではまたお会いしましょう。よろしくお願いします。ナイトでした。じゃあね。